の表ファイターズ先制です。なおもランナーセカンド、バッターボックスは3番の陽大館。もう中島が全くこの躊躇なく三塁回ってきました。そうですね、はい、だ多分そのライトが谷ということで、その谷の肩っていうことも考えて、はい、まあ、打球の弱さ、はい、谷の肩って考えた時にはもうこうですよ、ね、こうだったんですよね、うん、でもちょっとこの点の取られ方はちょっと痛いですよ ね、 そうですね。ファイターズの先制、外ボールが外れます。でちょっとね、谷もやっぱりどうしてもこうまさかサード回ってくるっていう感じは多分ないでしょうから、はい、ちょっとチャージも強く、まあ、普通のチャージだったような気がするんですよね。あれがランナーセカンドとかだったらもっとガーッと走ってくると思うんですけど、なるほどね、そこをね見逃さなかったですよね。中島の走塁が行きました。ここでボール先行です。三遊間の当たり抜ける、レフトに抜けて田中健介ホームに帰ってくる、2点目が入ります。2対0、ツーアウトの後ファイターズがここは2本のタイムリーヒット。田中健介、陽大館のタイムリー。3回の表ファイターズが2点を取っています。有原に援護点です。ツーアウト一塁からの東明は2失点。この打球が三遊間を抜けていきます。まあ、ツーボールというカウントがインサイド行、はい、くんですからね、やっぱりこう厳しいところはちょっと行きづらい、はい、ところですよね、そういうかちょっと中に入ってしまう、まあ、それを逃さなかったっていうところだと思うんですよね、